今回は、家でエクササイズしていたらまっまの大事な壺を割ってしまったニートの一致の話を紹介するよ。ニートは24歳。家でエクササイズしてたらまっまの大事な壺を壊してしまう。最悪や、さっきまでノリノリのエクササイズしてて、まっまの大事な壺を壊したんやが、まだまっまは出かけてて気づいていない。接着剤で直してもバレるやろうしマジで詰んだわ。ニートがエクササイズ、どうせ引きこもってるんだから必要ないだろ。やっちまったな。外でやれとあれほど。終わったな。こういうバカは、怒られて追い出された方がいいと思うよ。やっぱりまずいよな。はぁ？こんなところですれ立てする暇があるならまっまへの言い訳を考えろよ。言い訳考えても無理だろ。ジャンピング土下座不可し。どれくらい大事な壺なの？高いの？値段もだけど、かなり大事にしてた。まっまの親の代からある壺なんや。やばいよな。ニートなんて埋まる子製造機なのにさらにこれとか、使えねえ。タイミーで稼いでその金で弁償しようぜ。買い直せるものならまだいいけどもう売ってないものなら悲惨だな。おめでとう、これで脱ニートだな。どうせ追い出されるんだろうから外に出てからのことを考えた方が有意義。こういうやついるよな。だいたい、ニートがエクササイズする意味とは、毎日暇してて、ここで筋トレとかランニングとかニートでしてるやつのスレ見てさ、ワイも痩せるか、と思ってエクササイズし始めて1日や、YouTube 見ながらやから外でやるのも微妙だったんだよ。何もかも言い訳。これどうしようもないよな、アホとしか言いようがない。クソニートオツで、どうすんだよ、まっまはいつ戻ってくんの？わからん。出かける、1時間くらいって言ってた。ていうかニートが痩せてもニートのままなんだよな。たまに痩せるだけで顔も変わるとか思ってるやつがいてくさ。もともとがもともとなら、痩せても変わらねえよ。ワイの友人は痩せてかなり変わったがな。痩せたからってニートでいることが許されるわけじゃないぞ。普段、自室にずっと引きこもってるんやが、マクマが出かけたから、ちょっとリビングでって思ったのが悪かったな。はぁ、後悔先に立たずや。いくら反省してもマクマは許してくれんと思うぞ。だよなぁ。ここで許したら、またやらかすかもだし。追い出す良いきっかけにされるとしか思えん。何歳なの？24歳。これからどうすっかなぁ？計画では30くらいまではまだニートできるつもりやった。その考えが甘いわ。30まで平気って言われて積んだやつの屍が何ぜは山のようにあるからな。わろた。こういう生き物にはなりたくない。一気みたいなのは徴兵してほしいわ。24なら働けるはずなのになんで家にいるんだよ。どうしようもないんだよ、しゃあないやろ。ワイだって高卒で働こうとしたけどズルズルニートや。大学行ってないししばらく家で養ってほしい。大学行かせられないような家庭でよくニートできてるな。ニートは親が太い家と微妙な家と4パターンある模様。そこまで親が太くなくても一人っ子で田舎ならなんとかなるやろ。それにしても最近ニートスレ増えたな。甘えてるやつが増えた証拠。税金も高いし、ろくな仕事もないし社会のせいもあると思うが、それより壺がマジで困った。とりあえず割れた破片は集めて掃除したけどそれだけじゃダメだよな。それで許されるのは小学生まで。24歳でこれはない。まっま帰ってきた。お、とうとうバレるのか、頑張れ。頑張りようがないだろ。ああ、終わった。これ積んでるよね。自分のことのように胃が痛い。ワイもニートやから細々と生きてるわ。小道寺ワイでも親の大事なものを壊したら追い出されるぞ。小道寺なら、ホテルでも泊まってしのげるからええやん。マクマが壺見てあぜんとしてたから、ワイと壺とどっちが大事や？って聞いたら、壺って言われた。なんかめちゃくちゃ怒ってて怖くて自室戻ってきた。何聞いてんだよ。大草原。俺と壺、どっち？って親に聞く。24歳ヤバすぎるやろ。どう対応するかと思えば、さっさと土下座してこいよ。やっぱりやらかした時って最初にどう対応するかでも変わるよな。なお一致。これは察し。その状況でマッマが笑うとか思ったんか？笑い取りに行く場面やないやろ。いや、笑わせようとかじゃなくてマジで聞いたらこうなった。考えが幼稚すぎる。やっぱりニートって小学生で止まってるな。俺ならこんなやつ、すぐ捨てるのに24まで家に置いておくから悪い。だよな。家でダラダラさせてた親も問題だわ。底辺はよりひどい奴がいるとは。夕飯抜きっぽいこと言われた。パッパにも言うとかマジでキレてるわ。残党だな。丸されてもしゃあないところだぞ。今からでも謝りに行けばいいのにすぐ引きこもるあたりがクソ。まあ怖いのはわかるが。壺代いくら？って聞いてきて。代わりに学会とかの怪しい壺を売ろうぜ。ニートより壺が大事なのくさ。まあ、壺とニート？壺に決まってるでしょ。子供だからっていつまでも許されるわけじゃないよな。ニートより壺は名言でくさ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。職歴なし高卒ニート27歳。僕が得たもの。ラクソ3プラチナトロフィー、ラストオブアスプラチナトロフィー、BMI25 の携帯。
言葉が出てこない壊死した交互能力、職歴ホワイト、人材ブラック、失ったものの大きさに涙が止まらない。9年間何やってたの？引きこもって社会に怯えながらゲームしてたよ。休日にVIPで説教か？お、やんのか？俺も元ニートだからしねえよ。生ポニートで人生逆転していけ。ガシルーとかこれだろうな。正直社会復帰とか無理だろ。俺と同じ道筋辿って社会復帰できたやついたら逆に話聞きたいわ。大学入ってすぐネトゲニート以後空白10年間。29歳で突如親が丸んで借金もあることが判明、泣く泣く持ち家を放棄。日給8000円の超ブラック町工場に工員として就職。3年後このまま他死ぬまでここで働くのは無理と悟り独学で基本情報レベルを抑え派遣で CIT の社内 SEA。5年後正社員雇用で年収700万ゴール。工員だったけど職務経歴書には社内の PC の面倒を見ていたことにして応募した。それでも空白10年あるから30社以上応募して面接まで行けたのは派遣なのにわずか3回。ゲームで上を目指せるってことは何かしら人より優れたもの持ってるからリアルでも全然やれる。思ったより雑魚ばかりだぞ。よごみ。ゴミ同士仲良くしような。安心せい。俺なんてこもって早35歳だ。何も得たことないのに失った？機械損失って知ってっか？お、やんのか？せめて簡単な家事くらいはしてやれ。20代じゃん、若い若い。俺は35だぞ。昔は彼女がいて、ドーマルじゃないのが唯一の自慢だわ。これは許してな。20歳ニートの俺に一言。眩しかな、若き弱いわ、一歩前。27だろ。余裕じゃん働けよ。社会に出ろ。な。27職歴なしなんて今まで働いてきたことあるならわかると思うが。いねえぞ。お前と同じ経歴だけど26で公務員受かってたから一致。お前も頑張れよ。同世代卒院卒とかだろ。機械損失？お前の場合は失ったというより自ら逃げただけじゃん。捨てただけじゃん。このおじちゃん、ババと同じ歳なんだよ。懐かしいなぁ。俺もかつては公務員試験勉強やったなぁ。けどなんかひたすら虚しくなったのと、どうせ空白持ちなんて面接出たし塗って思ってそこから何も頭に入らなくなったわ。ダクソ3のプラチナとか時間かければ誰でもできることじゃん。ラスアストロコン褒めてくれてどうもありがとう。俺も27だけどさすがにバイト落ちたくらいで3年ニートは長いなと思ってきたところです。バイトくらいしてんだろ。実は職歴オフホワイトくらいなんだろ。普通に働いてたらそんなニート経験あるやつと出会うことないよな。27だったらその経歴でも面接片っ端から受ければなんとかなるだろ。今まで社会に怯えきってたやつがクソ人材すら欲してる人材が定着しないクソ企業でやっていけるんだろうか。どういうロジックでそういうこと考えて書いてるのかなぞ。お前に現実を教えてやると、今の時代有名大卒で公務員、大企業入ってもぬくぬく温かい楽に環境で仕事できるとこなんてないから、そこから考え直せ。バイトでいいじゃん。時間もあるし働きつつゲームとか好きなことして生きていけばいいじゃん。きついよなぁ、きついよなぁ。30超えたらマジで一気に時が不毛に過ぎるから注意な。契約社員が現実的だろ。契約から社員になってそこが気に入らなかったら他に転職でワンチャンあるかないかってところ。面接官、ところでこの空白期間は何をやってたんですか？ニートで入れるのなら俺もそうしたい。働いてても俺は悲しい。俺もためで3年くらいニートやってたけど働き始めても全然いいことなかったよ。彼女は相変わらずいたことないし借金加算でさ、自己破産手続き中だし本当に多肥みたい。もう数年経ったらもっと積むと思うが、引き続きニート関連のスレを紹介するよ。Y ニート、正社員、ニート、正社員、ニート、正社員、ニート、内定をもらい4度目の正社員へ。次辞めたら終わりだよな。辛い。ニートの素質ある。才能あるで。ある意味一番の社会不適合者。履歴書どうしてるんや？正直に書いとるんか？正直に書くで。履歴書はボロボロ。職務経歴書はびっちり。すげえな、どんだけ有能やねん。それニートじゃなくてただの転職活動では。面接のプロか？何歳や？27や。大学中退の高卒や。大学も続かなかったのか。スパン短すぎるやろ。自分でも終わってると思う。有能なのか無能なのかわかんねえな。すげえ。こんだけニートしてても正社員取れるってすげえな。逆に有能やろ。これから転職の面接なんやが、アドバイスあるか？相槌はヘドバンくらい大げさにする。社畜で厚生年金に加入しておけばいい。ただ退職金は少なそう。ある意味すごい。34ニートだけど参考にさせてもらうわ。ニート1ヶ月やろ。なめんなニート。今は半年や。チナ中退直後は2年ニートしてた。つくてあまたやな。才能あるよ。チナ大学生。逆に有能やろ。ワイも似た感じで半年ニートしてるわ。バイト先でも、決まったらすぐ辞めます。悲しいなぁ、もう少しいてくれたら嬉しい。
手やり取り昔はしてたけどもうしなくなったわ。ちな職種何？卸売、建設の上質、サービスエンジニア、IT 営業さっき内定もらったや。そういうのハロワで仕事見つけんの？ちなにと。ある意味有能やな。仕事だけじゃなくて大学もすぐ辞めててくさ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。地方、言葉ニート32歳私、実家に帰省した妹に働けと言われてしまう。お前みたいにちょっと可愛くてたまたま結婚できただけの女にブスの私の気持ちわかるわけないよね。あうざ。働けブス。ひどい。ブスなん、ブスだよ。わい女、高みの見物。こん、どこ住み？今日会えますか？こん。ブス関係なく働けるだろ。実家を支援しろってことでしょ。妹は可愛いならあんたも可愛いんじゃないの。姉妹が必ずしも似るわけないよね。まあ確かに。長女の残念率なんなんやろな。働かないブス？女ってだけで日本ではイージーモードやのに。なめんな。ブスはハードだよ。んなことないわ。職場のブスババアのあたりきついもん。あんなん外国ならしまるされてるで。多分骨格は似たようなもんだよな。違うのは美意識と経験。まず妹が結婚した時と同じくらいまで痩せるところから始めな。太ってないよ。でも彼氏はいるんだろ。女はメンヘラだろうが必ず彼氏できるからな。いねえよ。女ってよほどのブスじゃない限り男より断然人生楽やろ。言葉？うん。あって。いくら？働くことにブスは関係ない。結婚はせんでいいから働け。当たり前はよな。女は働いたら負け。家事手伝いだからセーフ、小道寺はアウト。ブスのくせに金取ろうとしててくさ。小道場っていうか言葉だろ。32まで行ったら。あのな甘えだよ甘え。女は相手を選ばなきゃ結婚相手には苦労しないの。自分の市場価値を冷静に受け止めてそれなりの男を見つけるんだよ。これメンス。女で結婚できない奴は異常。自分が結婚できないのは男だからだと言いたいの？恋愛に関しては女の方が断然有利だよ。まあアプリとかでもそうだよな。普通に出会って普通に結婚ができない哀れな奴は犯罪に走るんやな。さすが男はバカだわ。じゃあお前が思う普通に出会うとは何？お前らとは生きてる世界の構造が違うんやぞ。普通学校で出会うなり親が紹介するよね。親の紹介って何歳だよババア。育ちが良ければお見合いなんだよ。底辺にはわからなかったか。おばはん。バイトもしてないんか？してない。ワイは33歳のおっさんやけど国立医学科卒業して研修医やった後からニートや。すげえやん。バイトしてへんのか。精神科に通ってる。ワイに医者は無理やった。患者になっててくさ。悲しいな。ブスは働かんかい。配信とかしてそう。ブスでも行動すればどうにでもなるやろ。はぁ？子供部屋なんちゃらってのは非正規の実家に住んでる30以上のおっさんおばさんのこと。無職じゃないんだよな。争いはやめろ。みんなで一致を慰めろ。優しい。全然高みの見物しとらんやんけ。諦めて、結婚できないかわいそうな私かわいいって思考に切り替えたら？顔は関係ねえな。働け。妹にコンプとかやばいだろ。言うほど妹もかわいくないやろ。多分若さを上手に使えただけや。あと性格。いや働けかす。結局エッチが働かないのは甘えてるだけやろ。大卒で8年必死で東京で働いてたのに。この言われよう。偉いやん。8年も偉いね。東京で何してたん？区役所で働いてたよ。行政職。ワイも働きたくないんを。明日社会に羽ばたく新卒はどんな気分なんやろか。家事くらいやればええんやない？引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。もうガチでバイトするわ。ニート歴10年。近所のアニメイトが募集してたからそこでやる。もう仕事は選ばないことにした。まずは誰でもできる仕事をやることにする。ええやん。偉い。ええと思うで。受かるんか？受かるに決まってんだろ。年中募集してんぞ。そんなに辞めるやつ多いんか。年中募集してるのはまともなやつが応募してこないからやろな。人手が足りないんじゃなくて良い人がいたら採用するわって感じやろ。なお不採用。アニメイトだぞ。みんな何か勘違いしてないか？声優目指すとかじゃないぞ。仕事選んでるやん。転職じゃん。不採用。あ、察し。不採用やで。年中募集してるってことはそういうことなんやで。人手不足ならするだろ。ブラックやろ。パチ屋でもそうや。いつもしてる方にしか電化で触る。いいから肉体労働しとけ。だから、いきなり肉体労働は辛いから簡単な接客からやるんだろバカ。お前みたいな人間推しに何人も相手せなあかん仕事なんやけど本当にできると思う？接客より肉体労働の方がずっと楽。コンビニと同じくらいの底辺職なのに何言ってんだ？バイトだぞ。バイト。うわ、いつも来てる気持ち悪いあいつがとうとうバイト応募に来た。ニート歴10年ってすげえな。何歳なん？まともな受け答え無理やろ君。別に引きこもってただけでコミュ障じゃないから。そこは別に考えないと。コミュ障やろ。
だからニートイコールコミュ障じゃないからな。働いてる奴はみんなコミュ力が高いんか？そうじゃないだろ。でもコミュ力あったらニートなんかできないから、やっぱニートはコミュ障やろ。ニート歴10年はさすがに落とすやろ。だったらバイトできない奴が引っ越しや肉体労働に面接に行っても同じこと言われるじゃん。当たり前やろ。10年もニートしてるような奴を雇うリスク考えてみろや。まだ工場系のがいいと思うぞ。ピッキングは空調整ってれば割と楽やから、探してみたら。アニメートって暇そうだから辛そう。暇な方が会話しなきゃいけなくてや。同僚がいる職場は無理や。まともに声も出せなさそう。30まで職歴なしニートだったけど、なんとか年収400万まで来たよ。いちいち決意表明するとこがニート。お前らの中でアニメートって電通並みの就職難易度になってんのはなんで？元ネタはなんだ？マジで知りたい。メイトとか女ばっかやろ。無理だな。ええと思うけど多分採用されないで。ややこしそうやなと思われるわ。アニメイトって言っちゃうあたりも選んでるよな。どこが選んでんだよ。デスクワークじゃなきゃ嫌だとか言ってるならわかるけど、ただのアニメイトでバイトだぞ。なんで超むずいみたいなことになってんだ。ならなんでわざわざアニメイト選ぶわけ？コンビニとかスーパーとか薬局あるのにわざわざアニメイト選ぶのはなんでや？最初にアニメイト受けてもええやろ。落ちたらコンビニ受ければええだけやん。アニメイトってめちゃくちゃきつそう。普通にスーパーの品出しとかの方がええやろ。なお採用されん模様。余裕やぞ頑張れ。レジとかできるんか？ニート、正社員になりたい。なんジェイミン、お前には一生コンビニバイトがお似合い。とか言ってんじゃん。だからまず底辺職からやってんのに。ネットが全てか。さすがニート。視野が狭い。もっと早く気づけよ。アニメとか好きそう。メロンブックスの店員がめちゃくちゃ不愛想でビビったわ。一致にはいきなり販売バイトは重すぎるやろ。まずは訓練所からや。だから肉体労働は無理。これはマジで体衰えてるから無理。やってもすぐまたニートになるかもしれないから、それくらいならもう少し楽な立ち仕事から慣れ始めるって考えたのに。そんなにおかしいか？立ち仕事が楽て草。ほんの品出しやらされるやろうけど腰に来てしんどいと思うで。前言ったら店員も若い女ばっかやったぞ。アニメートってめちゃくちゃ忙しいんちゃうの？田舎はそうでもなさそうやけど。ニート歴10年ならまずは新聞配達から始めるのがおすすめ。早起きしなあかんからおのずと生活リズム取り戻せる。次の仕事探しながら3ヶ月やってみ。じゃあニート歴あったらもうバイトすら受からないんだな。もう生活保護しか選択しないじゃん。警備あれ。ニート10年ってまず無理じゃね？どうあがいても金がなくなる。ちいかわみたいな仕事しかできなさそう。なんで不採用連呼されるのかわからん。女しか雇わなそうなデスクワークならわかるが、ただのアニメイトのバイトだぞ。お前らの中でアニメイトは正規になってんか？アニメイタじゃねえんだから。うだうだうるせえんだよ。なら面接行けよボケ。やる前からうだうだ言うな。アニメイトがどうとかじゃないんや問題は。ニート10年もやったお前や、ニート10年もやるような奴を雇ってくれる仕事はないんや。こいつはこいつでブリーダーとか派遣社員なんやろな。哀れなもんやな。ブリーダーは立派な仕事ちゃうんか？まあ派遣もちゃんと仕事してるんやろうけど。すまん、フリーターの間違いや。さ、男やったらアニメイトは無理やろ。落ちても次に切り替えればええやん。面接の練習にもなる。ニートのくせにめっちゃ上からやん。そういうの簡単に面接で見抜かれるから間違いなく不採用やわ。こんな展開になると思わなかった。てっきり、キモータのお前にぴったりだな、店に入った時点で採用、とか言われると思ってたんだが。キモータのお前にぴったりだな。10年空白はそれだけハードル高いんや。まあいけるかもしれんし、面接ぐらい行ってみてもええと思うけどな。ニート歴1年でも受からんかもよ。10年くらい前ならそう言われてただろうな。ニートのメンタルじゃなくて草。増長しなければうまくやれると思うわ。まずは単発バイトからやろうよ。そこで欲しいもの見つけて、目標できたら定期バイトにしよう。出ないと疲れちゃうよ。どうせ落ちるだろうが何もしないニートよりマシ。半端な覚悟でバイトとかしないでくれ。社会に迷惑がかかる。半端だろうがニートの方がより社会に迷惑かけてるからバイトした方がマシやろ。大して変わらんから好きな方選んでええぞ。ニートは納税してない。フリーターの納税額とかチリくらいしかないから変わらん。そのための消費税やし。ニートとフリーターの納税額なんて誤差みたいなもん。選んでてくさ。もしかしたら意外と性に合うかもしれんしな。頑張れよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。